ベルトビズ。日銀では今日から2日間にわたる金融政策決定会合が始まりました急速な円安による輸入品価格の上昇などで今年度の物価上昇率の見通しを前回7月に示した2.3%からさらに情報修正する方向で検討されています 現在の大規模な金融緩和は維持すると見られていてあすの会合後の黒田総裁の発言に注目が集まっています。